こんにちは。今回はプッシュ&ムーブについて紹介しようと思います。これもとてもシステマの中で、どこでもやってるようなベタな練習なんですけれども、いろんな発展性がありますんで、ぜひやってみてください。やり方はこんな感じでね、こうしてもらってこういうふうに受け流しているっていうか、相手に単に動かされるだけなんですけどね。ただついこう自分でこうえいとかやってこう反射的に動いちゃったりするのがよくあることなんで、それはなるべくやらないように本当に相手に動かされると、その辺がまあ大事なところですね。でこう動かされてる間ずっと相手の力に乗り続ける。最初はそれに動かされてるだけでいいですし、でそれがだんだん慣れてきたら自分の方向であるとか、こうやって後ろ向いたりしないように気をつけてみたりとかやってみると。あと、もう一種類としては今足を動かしてありましたけれども、あえて足を止めて歩かないでやるってやり方もあります。こういうふうにした方が体がちゃんと力を受け流せてるかなっていうのがすごい検証しやすいので、練習の中では止めてやるプッシュアンドムーブをやったりします。マーシャルアーツ的にはこう足動かした方が全然いいんですけれども、これだと結構自分の緊張をごまかしたりできてしまうので、より動きのクオリティを高めたいという時にはこう足を止めてのプッシュアンドムーブ、やってみるといいですね。以上です。